はい、先生です。ほい、生徒です。今日は2チャンネルのネタだよ。クソほど擦られているやつやん。でも基本的に1動画1コンテンツじゃん。そうだな。じゃなくて今回は現実に影響を与えたとされる2チャンネルの事件を8つ短めに紹介するよ。ハイスピード検索の要素入れてきてるやん。ちょっと実験的にやってみて調子よかったらシリーズ化してさ、すべての怖いスレを網羅したら面白そうじゃない？まあ概要だけ先に知って気になるのを自分で読んでみるってのは時間の短縮になるかもな。今はショート動画とか流行ってるし、概要バババってやった方が有益かなと思って。まあ一回聞いてみましょうか。それじゃあ行ってみようか。どう？教えてオカルト先生。まず一つ目目はハブアキヒロを探していますだよ。なにそれ？うん、2011年頃に2チャンネルに大量にコピペされた文章のことでね。はい、どんなの？こんな感じ。ハブアキヒロを探しています。年齢30歳、職業プログラマー、勤務地 PE、 出身地 PE、 住所おそらくは鷺宮駅近辺、 PE 大学芸術学部文芸学科卒、住所勤務先 PE の実家の住所など、どんな些細な情報でも構いませんのでご連絡お願いします。そんでこの後にホットメールドメインのメールアドレスが載っているんだ。ハブさんって人を見つけるために2チャンネルにブワーってコピペしたのか。そうそう。まあでもこれ単なるいたずらでしょ。2チャンネル内で大量にコピペしては終わりでしょ。ところが現実世界にも関係していそうでね。これを見てよ。車にめちゃ貼られとるやん。めっちゃ迷惑だよね。まあ自分の車だったらいいけどさ、もし他人の車だったらやばいな。ちなみに2チャンネルだけじゃなくてヤフー系袋にも質問していたみたいよ。嫌がちっぽくて怖いって。でもどうして探しているんだ？身内で行方不明になっちゃったとか？一応ネットで検索するとこの大学出身で同姓同名の人がいたんだ。マジかよ。でも詳しいことわからないからさ、適当な情報をあらかじめ設定して実際にこのアドレスにメールした人がいてね。勇気あるねー。それは2011年2月14日に建てられたハブアキヒロを探していますってスレの748番目のレスであって、探しているハブさんの職業がプログラマーとのことだったので、自分が元 PG って設定で前に勤めてた会社で名前見ましたって送ったんだ。そしたら、どこですか、会社の名前教えてくださいって来てね。実際に行ってた派遣の会社を伏せ字で送信したんだ。その時に探している目的を聞いたんだ。そしたらどうやらハブさんに婚約者を寝取られたみたいなんだ。あ、そういう系だったの？ほんで、個人情報晒すのは問題があるのでは？って送ったら、警察に聞いたら誰々さんを探していますっていう文面ならいいって言われたんだって。だから探していたのか。まあ本当かどうかわからないけどね。現実での捜索活動、ヤフー知恵袋、そして2チャンネル、執念が凄まじいね。え、その先は？結局見つかったのか、まだ探しているのか、わからないんだよね。でも一つだけ。ん？何？あの大量のコピペ、今はされてないみたいよ。え、ってことは？さあ続いては、電話をしただけのホテルマンだよ。なにそれ？2010年の夏頃に建てられた、死ぬほどシャレにならない、怖い話を集めてみない？243っていうスレの、839番目のレスから始まるんだ。どんな内容を書き込んだんだ？北海道の東にあるとあるホテルでフロントをしている人みたいで、ある日、予定到着時刻を大幅にオーバーしている客がいてね、その人に電話したところ、どうやら道に迷ってしまったみたいだったんだ。まああるよね。車を運転していたみたいだったから早々に電話を切り上げて、交代の時間になったのでそのフロントの人は帰宅したんだ。ほんで次の日の朝、新聞を見てみるとあのお客が、事故で亡くなっていることがわかったんだ。一気に不穏やん。目撃者ありの事故だったから具体的な時刻が書いてあってさ、フロントマンが電話する2時間以上前だったんだ。え、じゃあその後に本人が電話に出てるのおかしいよな。まあ本人じゃないかもしれないけどね。それはそれで怖い。さらに話は続いて、昨日自分の携帯にくぐもったうめき声のような音が47秒にわたって留守電が入っていたんだ。もう完全にそれじゃん。だから今日の16時にお払いに行ってきますって言っているんだよね。うん、まあ気も楽になるだろうしね。ほんでとあるつてで霊能者さんのところに行ってきたみたいなんだけど、要件を切り出す前に男女2人ついてきてるね。痛ましい姿だね。自動車事故？って言ってきたんだって。当たってるやん。紹介してくれた友人にも細かい事情は告げていなかったから、ガチやんってなったんだって。ちなみにホテルの同僚たちにはこの件は伝えずに、親戚の法事で有給を取るって言っていたんだって。なるほどね。で、霊能者曰く、電話をしたのは警察署内に事故車が運び込まれた後で、亡くなった方の携帯は助手席の下に潜り込んでいて、そこに繋がってしまったんだって。どういう繋がり方？そして、その後はお払いをしてもらってさ、その最中、携帯電話が狂ったように振動して、沈黙した後は電源が入らなくなっていたんだって。こっは？この人も霊体験は今までしたことなかったから、自分の価値観がいい年になって変わって驚いたって言っていたよ。ちょっとやそっとじゃ信じないもんな。でその後、その人はお払いは成功したって話していて、さらに、携帯が壊れちゃったから謝礼金もいらないって言ってきたんだ。霊能者いい人やん。ほんで京都の夜は蒸しますねって言って、霊能者に会いに京都まで行っていたことがわかるんだ。北海道から京都は遠いな。でもまあ、切羽詰まっていたんだろうな。そしたらそこに一つの書き込みがあって、このフロントマンに対してちょっとこれシャレコアなんだが、
30日午前1時頃、京都市東山区府道143号線の交差点で、北海道帯広市の、ホテル従業員田中秀明さん48歳が倒れているのを通りかかった人が見つけ、119番通報した。消防署員が駆けつけたところ、田中さんは全身を強く打っており、すでに死亡していた。東山署は死亡式逃げ事件とみて捜査している。田中さんは法事のため、帰省中だった。っていうネットニュースのコピペみたいなのを貼るんだ。え、待って。北海道のホテル従業員だったよな？そう、しかもその時京都にいる。本で同僚には法事と言っている。呪いやん。怖いよね。まあまあ怖い。本当かどうかはまだわからないけど、個人的にこれ、作り話だと思う。はい、出ました逆張りだっさ。まずこのネットニュースのコピペみたいなの。どこ探してもヒットしないんだよね。それはローカルニュースでネットニュースにはなってなかったんじゃ？もちろんそれはある、新聞の片隅にちょこっとあって、たまたま読んだら昨日見たスレのことなんじゃ？って思って慌てて新聞の文字を転記していく。こうすれば可能っちゃ可能ね。けれどここで証拠をアップしないでそのままこの人消えているんだよね。まあ仕事があったんだよきっと。2チャンネルは日をまたぐと ID が変わるから今回のケースは自演できちゃうんだよね。まあ、可能性な。時間についても突っ込みたいところあったんだけど、よくよく調べたら不可能でもなかったから。まあ結局、真実はわからないんだよね。やろうと思えば自演できるけど、本当の線も 0% ではないってことか。さあ、次は母親殺してきたってスレだよ。もうド直球やん。2007年の5月14日に建てられたスレなんだけど、まず1がこう言うんだ。なんでなんでってヒーヒー言ってたよ。クックック、ははははは、はーはっはっはっは。痛いなぁ。ほんでまあ、案の定つまんないとか、通報しましたとか、冗談でもそういうこと言うのやめた方がいいよって、至極真っ当なことをみんな返すんだ。ちゃんとしてるやん。ほんで翌日の朝、とんでもないニュースが飛び込んでくるんだ。え、何よ何よ。午前7時頃、福島県会津若松市の警察署で、当時17歳の、高校3年の男子生徒が母親を殺害しました。そう言って実施できたって言うんだ。え？少年は切断された女性の頭部を通学用の黒い布製バッグに入れて、持ってきていたんだって。やっぱ？ただし書き込みをした人と、その少年が同一人物であるってところまでは情報がなくてね。あ、そうなの？というのも最初に書き込んだのは14日の21時。実際に犯行に至ったのは15日の1時半。あ、スレを立ててから実行していたのか。そう、でもスレの内容は殺害の報告だからさ。おかしくね？って話。だとしたらさ、偶然に赤の他人がこのスレを立てて、その数時間後に少年が殺人を行ったという可能性もあるのか。うん、それもあるし当然少年が立てた可能性ももちろんあるよ。え、でも矛盾しているんだよな。うん、そうなんだけど初めは2チャンネルにスレ立ててさ、妄想で済まそうとした可能性もあるじゃん。けど抑えきれなくなってやっちゃったとか。ゼロではないけどな。あともう一つは、14日の23時19分の書き込みで、釣りをするようなアスキーアートを投稿しているんだ。あ、本当だ。だから嘘ですって可能性もなきにしもあらず。なるほど。少年の供述によると誰でもよかったって言っていてさ。悲しい事件だよな。さあ続いてはオープン2チャンネルからのスレで、悪臭布団事件だよ。なにそれ？ある日1が塀に乗っかった悪臭のする布団を見つけるんだ。その画像がこれ。あ、本当だ。何かを包んでいる？うん、そんな感じに見えるね。ほんで怪しいから写真をパシャパシャ撮影していたんだ。そしたら知らないおばさんに不審者ですか？って声かけられてさ。斬新な声かけだな。おばさんは町内会の人みたいで、息はめっちゃ臭いですよね。不法投棄ですかね？警察に通報しましょうかって言うんだけど、おばさんは大丈夫です。こちらで処理するのでご心配なくと言って、警察の通報を嫌がったんだ。めちゃ怪しいやん。ほんで息は明日のゴミ回収便とかんだから、この布団ゴミに出せなくね？怪しくね？そう思ってもう一回見に行ったらまだおばさんがいて、ほんでまたしばらくして見に行ったらおばさんも布団も消えていたんだ。そんで怖くなってさ回り道をして家に帰るんだけど、そしたら別の道にその布団があったんだ。こっぱ？というかおばさん怪しいな。うん、いちもおばさんが怪しいと思ってさ、コンビニで警察に連絡してさ、来てもらったんだ。でパトカーに乗って実際に布団を見てもらってさ、最初はいちが疑われて長々と事情聴取されるんだけど、話している途中、無線が入ってきて、現場付近で不審者がいたらしく警察が取り押さえたって言うんだ。絶対おばさんやん。ほんで翌日も事情聴取されてさ、写真を見せられて、この中に町内会のものと名乗った人はいますか？って言われるんだ。けれどその写真の中にはあのおばさんの顔はなかったんだ。町内会の人ではない？そしたらまた別の写真を見せられてさ、そこに、あのおばさんの写真があったんだ。ほんで後日また警察に呼ばれてさ、結局、最初に確保された不審者は布団を遺棄した人物でさ、そしてその人物こそがあのおばさんってことを伝えられたんだ。どうして不審者として確保されたかというと、そのおばさんの所持品の中に刃物があったんだ。こっぱ？え、どういうこと？なんで刃物を持っていたん？うん、どうやらこのおばさん、イチに対してやべえぐらいの恨みを持っていてね。どうして？イチはおばさんに何かしたん？してないよ。実はこのおばさん精神的に問題があってね、ずっとあの男が全部悪いイチから赤ちゃんを取り返す、って言っていたみたい。イチが布団を発見して警察に通報したことがまずかったのかな？じゃないかな？真相はわからないけど。ちょっと待って、
布団の中身って結局何だったんだ？わからないんだけど、1はこの後、喧嘩しに行くって言っているんだよね。あさし。この元スレから3年後、フィクションっていう形で、この時何が起きたかを SS 形式で書いてくれているので、興味がある人は読んでみてください。これって全国的なニュースになったのか？いや、なってないよ。ほな嘘やん。まあその可能性もなきにしもあらずだけど、ニュースになっていない理由の一つとして、このおばさんが精神的に問題を抱えているって点なんだ。あ、そうか。まあそう考えても本当かどうかはわからないけどね。信じるか信じないかはあなた次第ってことね。さあ前半4つは終了。後半も掲示板内だけで終わらない話が続くのか。後半も3つスレを紹介するのでチャンネルはそのまま。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ後半も元気に行ってみよう。やってみよう。5つ目は国際的長期密を安全にリークする手段ってスレだよ。長いタイトルだな。ほんでこれは？うん、2001年9月7日に建てられたスレで、1がこんなことを言うんだ。諸君らには申し訳ないが、私は大変な事実を入手してしまった。これを公開すれば、間違いなく明日の世界中の、トップニュースになるって代物だ。これを安全にネット公開する方法はないだろうか？ 2 チャンネルのような匿名掲示板でも間違いなく連邦警察の手が入り、投稿者である私の足がついてしまうだろう。CIA も FBI の目も届かないように、この情報を安全にリークしたい。どうすればよいだろうか？良いアイディアがあれば教えてほしい。あ、わかった岡部凛太郎だ。まあそんな感じで中二病みたいなことを言っていてね。日本だけでなくいろんな国の掲示板でアイデアを募っていたみたいで、これといったものは見つからなかったみたいなんだ。ほんで時は過ぎ9月11日。この月日に見覚えはない？あるね、あのテロでしょ？そうそう、まさにリークしたい情報って、このことだったんじゃないかって言われているんだ。ほんでスレがたった9月7日のロイター通信の記事でこんなことが書かれてあったんだ。在日米大使館は、日本国内の米軍施設または米軍関係者が多い場所が、攻撃される恐れがあるとする未確認情報を受け取ったとして、在日米国人に対して警告を発した。米大使館はロイター通信に対し、大使館が攻撃があり得るとする、確かな情報を受けたとし、日本国内の米国人に可能な限り警告を伝えていると述べた。マジで？怖いよね。まあまあ怖い。でもこれウィンに立っている Windows の OS やソフトについて、語る場所で建てられたスレでさ、本当だとしてどうしてここで聞こうと思ったのか、ちょっとよくわからないんだよね。ネットに強そうと思ったのかな？どうなんだろうね。証拠は全くなくてタイミングと内容がそれらしいってことだけだからさ、半信半疑の人が多いかもね。まあ確かに不思議なスレだったな。さあ次は6つ目新潟女児殺害事件についてだよ。これはスレの前にまず事件概要を話すね。おなしゃす。2018年5月新潟市で夜、女児が電車にはねられちゃってさ、その女児を調べると夕方から行方不明になっている、小学2年生だったことが分かったんだ。これは事件なのか？事故にも思えるけど。確実に事件なんだ。その理由が顔にうっ血があって電車にはねられる前に首を絞められてさ、遺体を線路上に置いたことが分かったんだ。なるほど。あ、もしかしてこの犯人が2チャンネルに書き込んでいたとか？そういう噂があってね。それはまさにこの事件に関するスレッドで、事件の翌日に立てられたスレッド内にとある書き込みがあるんだ。それが238番目のレス。犯行時代も残虐だし人間としてありえない行為。早く捕まえないと繰り返される。警察頑張れ。マジで。え、自分が実行したのにあたかも他人と一緒のスタンスを貫いている？まあそれもあるかもだけど、重要なのはここを縦読みするとわかるよ。犯人は K？ あれ？犯人の名前なんだったの？小林だよ。K やん。その他にも書き込みをしていて全て縦読みすると強引だけど、犯人は K まだ近くにいる。早まち来るなよな。になるんだよね。こっぱ？で早まって誰？それはわからないけど、まだ近くにいるの縦読みの時のレスなんだけど、マジで早く捕まえてほしい。断固として許せない凶悪事件だよ。血も涙もない。カメラとかで犯人撮られてないのかな？車のドラレコとか、人間のやることじゃない。命を守る。ルールを守る。意味不明やん。ところが、割とヒントが隠されていて、死体遺棄の現場と犯人の自宅が、70メートルぐらいしか離れてなかったらしいんだ。ああ、だからまだ近くにいる。ただ犯人が捕まった一つの要因として、ドライブレコーダーがあってさ、この書き込みにもあるでしょ？もしそうだとしたら、めちゃ滑稽やん。そうそう、まあ本人じゃないかもしれないけどね。さあ次は50キロの肉を今日中に処理する方法だよ。あ、これヤフー知恵袋で見たな。そうそうあったね。スレの内容は同じ感じで1はこんなことを言うんだ。事情があって50キロのお肉が手に入ったんだがどうすればいいんだろ。俺はそこまで退職感ではないし、早めに処理したい。ヤフーのやつは人間のこと言っているんじゃないかって話だったけど。スレ民の一部も犯罪集がするとか、大型犬の話を持ち出したりしていてさ。一応言っていたんだな。で小分けにして冷凍するといいとか、アドバイスをもらうんだけど、どうやら冷蔵庫はすでにいっぱいみたいなんだ。アイスと冷凍食品が入っているのかな？次に食わないなら捨てればいいってレスがあったんだけど、どこに捨てるかが問題やねん。あんまり他人に知られたくないやん。って返信しているんだよね。なるほど。次の書き込みは素人でも解体できるかな？血抜きはもうしてあるんやけど。ってあって、
血抜きしてあるんかい。さらに続いて溶かせってアドバイスをもらうんだ。それに対して溶かすってあるけど匂いは大丈夫なんか？こっち住宅街なんやけど。って返信しているよ。バレるやんって思ってそう。ほんで最後に、ん、わかった、解体してちょっとずつ溶かします。無理な奴は山にでも埋めようかと思います。もうこのスレ落としてください。って書き込みして消えるんだよね。結局これ本当だったん？実際はわからないっていうのが答えなんだけど、神奈川県座間市のバラバラ殺人の犯人、白石貴弘が建てたスレなのでは？噂されているよ。あれやべえ事件だよな。ツイッターでアパートに誘い出して、9人の男女を殺害した鬼畜だね。2017年の20代女性の平均体重は 51.3kg だから、このスレのタイトルにもある 50kg のお肉という部分は、まあまあ合っているね。住宅街だから匂いが気になるって部分も合っているね。ほんで殺害後は血抜きをしていたこともわかり、猫砂を入れたクーラーボックスの中に遺体を入れていたんだ。こっは？猫砂ってワードもスレ内に出てきていたよ。ああ、だから白石じゃないかって言われたのか。まあ噂だけどね、最初の犯行は8月23日頃でね、けれどスレが立ったのは8月2日なんだ。結構、間が空いているじゃん。そうなの、だから全く関係なくて違うかもしれないし、処理方法に関して事前の情報収集をしたのかもしれない。ヤフー知恵袋のことを知って模倣したいたずらかもしれないしね。何にせよ、事件がインパクト強すぎてさ、当時のニュースは本当に震えたな。だね、もしかしたら身近に殺人鬼が潜んでいるかもしれないね。今日を怠るなよ。さあ、最後のスレだよ。佐賀県佐賀市17歳。なにそれ？2000年5月に、ネオ麦茶っていうハンドルネームのユーザーが建てたスレで。なにその麦茶？書き込みはヒッヒヒだけだよ。なに笑っとるん？その後にやべえ事件が起きるんだけど。どんな？うん、西鉄バスジャック事件だよ。バスジャック？そう、刃渡り40センチの牛刀を持ったネオ麦茶が乗客に対し、天神には行くな、このバスを乗っ取ります。お前たちの行き先は天神じゃない。地獄だって言ってさ、バスを乗っ取ったんだ。なんか文章で見ると全然怖くないんだけど、いざその場に自分がいたと考えると、くっそ怖いな。牛刀で乗客を切りつけたりもしたよ。コンビニとかやべえやつ来たら通報ボタンみたいなのあるじゃん。バスの運転手はそういう行動を取ったん。いや、これが当時のバスには内部の異常事態を密かに外部に知らせる仕組みやマニュアルがなかったみたいなんだ。マジかよ。一応運転手がハザードランプの点灯やパッシングをするとかしてたんだけど、それを見て異常事態と察したかは不明だよ。まあわからんよな。逆に一向に天神バスセンターにバスが到着しないからさ、営業所から無線通信を試みていたんだけど、全然通じなかったんだよね。ほんでバスが福岡から山口に入る頃、乗客の一人が走行中のバスから飛び降りてさ。え？大丈夫だったんか？うん、怪我はしたみたいだけど大丈夫。その後もさらに1名救出したんだけど、このことに激怒したネオ麦茶は見せしめとして他の乗客を、さらに痛めつけてさ、結果的に一人失血死で亡くなっちゃったんだよね。大問題やん。でサービスエリアで止まって警察官が説得していたんだけど、しばらくして機動隊が突入して、ネオ麦茶は御用となったよ。でさ、どうしてこんなことしちゃったんだ？動機はこの当時二つの問題を抱えていて、一つがいじめによる不登校、そして高校中退、そしてもう一つが家庭内暴力、頻繁に家族に暴力を振るっていて精神的に問題があったんだ。家族もこやまずいってなって、ネオ麦茶を入院させることになってさ、これにネオ麦茶はブチ切れたんだ。ところが入院中は嘘のようにおとなしくて、まあ大丈夫でしょってことで外出許可も取れたんだ。もともとネオ麦茶は自分がいじめを受けていた中学校で、無差別殺人を行う計画だったんだけど、ゴールデンウィークで休校だったからバスジャックに切り替えたんだ。え、バスジャックは違うやん。まあもう誰でもよかったんだろうね。ネオ麦茶は今はどうなっているん？少年院で更生プログラムを受け、現在は退院して社会復帰してるみたいよ。なんかこの結果はいろいろと考えちゃうな。はい、ということで現実に影響した2チャンネルのスレを8つ紹介したけどどうだった？怖いと懐かしいのミックスジュースでした。そうだね、ミックスジュースだね。今は SNS でいろんなの出てるけど昔はこういうスレ多かったよな。ほとんど釣りだけどね。でもその中にリアルが隠れていると思うと怖いな。2チャンネルではないけど秋葉原の通り魔事件でもメガデューっていうガラケーの掲示板みたいなサイトで犯人が書き込んでいたとかあったね。なにその聞いたことない掲示板。実際に不思議なことが起きた時、掲示板や SNS に助けを求めたりする？今はする人多いんじゃないか？ Twitter とかごちゃんとかでちょっと待って変なことが起きているって。それはどういう心理なんだろうね。不思議なことが起きているから誰かと共有をしたいのか、怖いから助けを求めているのか、承認欲求があるのか、まあいろんな考えあるだろうな。今度は個人的に怖かったスレをまとめたいね。皆さんも何かおすすめあったら紹介するので教えてください。それでは本日の授業はここまで。ありがとうございました。終わり。